ラスニュースプラスワン。いらっしゃいませ。まず昨年の最強タッグ以来、内臓疾患により欠場しておりますジャンボ鶴田選手からのメッセージが届きましたのでお伝えいたします。ファンの皆さんの声援は大変励みになりますが、どうやら復帰まではもうしばらく時間がかかりそうです。それまで皆さん、ジャンボ鶴田を忘れないでください。症状はだいぶ解放に向かっているということで、一日も早くあの絶倫男ぶりを見せてほしいものです。また開幕戦でハンセンのイス攻撃により負傷し欠場しておりました川田俊明選手は本日の後楽園大会から復帰しております。次に博多大会で秋山純7番勝負の2戦目テリーゴディ戦が行われました。秋山は大前線したものの11分56秒ゴディのパワーボブに沈み、これで第1戦のウィリアムス戦に続いて2連敗となってしまいました。また世界ジュニアヘビー級選手権挑戦者決定リーグ戦はここまで3試合が行われております。まず松山大会での小川義成対トミー・ロジャースは小川が、博多大会の菊池剛対リチャード・スリンガーは菊池が、長崎大会のボビー・フルトン対スリンガーはフルトンがそれぞれ勝っております。秋山純7番勝負、本日放送の後楽園大会ではアルペレスとの一戦が行われましたが、その模様はこの後すぐにお伝えいたします。次に93新春ジャイアントシリーズ後半戦の主なカードが決定いたしました。まず2週間後に放送予定の1月24日沼津大会ではアジアタック選手権チャンピオン小橋菊池組対チャレンジャー小川秋山組が決定しました。秋山にとってはもちろんこれがタイトルへの初挑戦となります。その2日後の26日大阪大会では秋山は7番勝負の4戦目川田俊明との対戦が待っております。また大阪では世界タッグ王座挑戦者決定戦としてゴディ・ウィリアムス組対ハンセン・エース組が行われます。昨年の最強タッグ日本武道館大会で無念の30分時間切れ引き分けに終わった両チームのこれが決着戦、勝ったチームが三沢川田組が持つ世界タッグ王座に千葉大会で挑戦することになります。大阪ではさらに田上明対小橋健太のシングルマッチも組まれております。両者のシングル対決は1年6ヶ月ぶり、その時は30分時間切れ引き分けに終わっております。本日のメインイベントはこの田上と小橋が早くもライバル意識をむき出しにして激しくやり合うという非常にテンションの高い試合となりました。どうぞご期待ください。さてここで新人レスラーの紹介をしましょう。あの覆面大魔王ザ・デストロイヤーの長男がこのほどデビューを果たしました。カート・ベイヤー、身長193センチ113キロの32歳。アメリカの大学を卒業後日本で新聞記者をしておりましたが、どうしてもプロレスラーへの夢を捨てきれず、年齢のハンディを承知の上昨年5月に全日本プロレスに入門、今回のデビューとなりました。それでは後楽園大会からベイヤー対井上雅の試合をダイジェストでご覧いただきます。カモンベイヤー、山口大会でデビュー、今日がテレビデビュー戦、カートベイヤー、一つ一つグラウンドで、あるいはおっと足殺しが始まったぞ、足殺しが始まったぞ、ここからヒップドロップを落とすとまさにデストロイヤーであります。魔王2世さあ4の字固めがいつ入る、ベイヤー4という声が会場からもかかっているぞ。そうだ、サードロープでここでヒップドロップを落とす、それがあの魔王でした。うん、懐かしい。さあもう一回行くぞカートベイヤー。序盤戦はグラウンド技に苦しみました、そして腕殺しに苦しみましたが、今足殺し、さあ4の字、あー入れません。井上も知っていますならばもう一回、この辺のしつこさも七譲りであります。さあ七譲りの4の字、入れません、入れません。攻守が入れ替わる、井上正だ、横投げにしてスラップマスターコント、頑張ったレイヤー、頑張りました。キックをくれて、そしてフィッシャーマンスープレックス返せるか、もがく、ダメ。最後は網打ち式原爆革命、フィッシャーマンスープレックスにこの井上の軍門に下りました。カートベイヤー、いやいや、しかし頑張りましたカートベイヤー、いいテレビデビュー戦でした。はい、目標とするレスラーはもちろんお父さんのザ・デストロイヤー、いつの日かデストロイヤー2世を名乗る日を目指して頑張ってもらいたいものです。最後に1月10日付の東京スポーツにこんな記事がありました。いやどうですか、
菊池が彼女を大募集というこの記事、自称彼女いない歴28年という菊池選手の好みは25歳ぐらいの人で見た目は10代というわがままなものですが、我こそはと思う方は写真同封の上でファンレターをと締めくくってあります。そこでこのプロレスニュースプラスワンでも菊池選手宛てのファンレターを受け付けたいと思います。私福澤が愛のキューピッド役となって責任を持って菊池選手にそのお手紙をお渡しいたしますので、どしどしとお手紙お寄せください。ついでに私宛てのファンレターもお待ちしておりますので、そこのところ一つよろしくお願いいたします。なおこの件についてあのエーゲン遥選手は次のように語っております。あんた自分の女ぐらい自分で見つけてや。以上プロレスニュースプラスワンをお伝えいたしました。またお越しください。現在7番勝負2戦して2敗秋山純、今日が第3戦。これから第4戦は3週後放送大阪大会で川田俊明、そして第5戦はスタンハンセン、第6戦は4週後放送千葉大会でジョニー・スミス、そして第7戦三沢光晴を逆指名していると言われております。エルボーを厚いきました。ニュートラルコーナー、いや赤コーナー、そしてベインバスター、カウントは2です。さあ闘志はみなぎっている秋山の顔です。パンチを打ち込んでいきます。前に出る秋山、ニュートラルコーナー集めました。対角線振る、いや理解された、かわしている秋山、さあどうする、バックを取った、バックドロップ、カウントは2。しかしまだ後楽園ホールのお客さんは秋山のファイトに満足はしていません。逆に取り返したボディスラム、リングの真ん中です。アルペレス膝を落とす、カウントは2です。再びグラウンドの展開、反撃に出るところを棄権を制せられます。秋山純、93年の新春は本当に彼にとって苦しくもしかしやりがいのあるシリーズとなりました。新春7番勝負、そして2週後放送沼津大会では小川義成と組んでアジアタッグにも挑戦いたします秋山純です。シングルにそしてタッグにと非常に学ぶところの多いシリーズとなりそうです。今日は第3戦アルペレス戦です。バックドロップで切り返した、しかし腕を離さないアルペレス、非常にねちっこいファイトを展開いたしますアルペレス。アルペレスの密着戦になかなかペースがつかめません。10分を経過しました。バックドロップ、まだ離さないアルペレス、10分を経過しました。秋山純、試練の7番勝負第3戦対アルペレス戦、ここまで10分を経過してアルペレスのペースで試合は展開しております。秋山純23歳、去年の9月17日にデビューいたしました。超新星、全日本プロレスの期待のホープであります。秋山純、今度はニーリフト、ロープに振られた、ショルダースルー、185センチの落差から落とされました秋山純です。非常に今日この試合グラウンドの展開密着戦が多くなっています。秋山純対アルペレス、じっと2人のリング上の戦いを後楽園ホールのお客さんは見つめます。まさに息を呑む状態、ロープに振った秋山、逆にショルダースルー、お返しです。歯を食いしばる、前に出ていきます、青コーナーに詰めました。そして対角線振る、振り返された、かわした、そしてバックを取るか、ドロップキック、まずはドロップキック、カウントは2です。
さあ徐々に動きが激しくなってくるか秋山、自分のペースに呼び込みたいボディスラム。そして今度はニュートラルコーナー、今度は飛んでまいります、フライングボディアタック、カウントは2、跳ね返しますアルペレス。さあバックを取ったジャーマンスープレックス、そのまま入れない、カウントは2。さあ大きな声が後楽園ホール秋山にかかります、首を固められた、カウントは2、跳ね返します秋山純です。さあ徐々に秋山ここで勝ち星をものにしたい、第3戦試練の7番勝負、ロープに振ったネックブリーカー返します。なかなか秋山のペースにはさせませんアルペレス。あ、そして今度は出ました、スピニングバックブリーカーの体勢か、このままぐるぐる回りますとスピニングバックブリーカーアルペレスの18番そのまま落とします、台の字に落ちました秋山純ピーチ、カウント2、跳ね返します秋山。徐々に後楽園ホールのお客さんもボルテージが上がってまいりました、秋山コールが突然と沸き起こってまいります、バックに回った、そのまま固めていくジャパニーズレッグロールクラッチ、ホールドはカウントは2。さあしかし休まず攻めたい、なかなか反撃の糸口がつかめません、対角線秋山振った、エルボーを当てていく、さあどうする秋山、そしてノーザンライトツープレックス、北斗原爆固め、これもカウントは2、カウント3、おタイガースープレックス、タイガースープレックスホールド、見事決まりました、最後の最後驚きの連続秋山純、空物ではありませんハイパールーキー秋山純、試練の7番勝負第3戦対アルペレス戦で初白星を挙げました、そして彼自身にとってもシングル初勝利であります。勝負タイムは13分39秒、見事秋山純が最後はタイガースープレックスでアルペレスを下しました。気が止まりました泉田龍馬、秋山選手もあの7番勝負で強豪と戦って技を出そうと思ったが出せないという場面がやっぱりあるんですね。そうですね、まあ、ウィリアムスとゴリゴリですからね、はい、その体力の差といいますかね、やっぱり相手が重いですからね、逆に30キロ、秋山100キロ、ね、それでねやっぱりちょっと出しにくいんですよね、出しにくいと出しても通じないというところがありますしね、はい、それと秋山言っていましたが、相手の必殺技を、まあ、パワーボムとそれからオグラマスタンピード食いましたけども、必殺技を体で覚えていくんだというこの心構え、うん、今日もその鎌田のパワーボムが出るんでしょうか、菊池のジャーマンが出るんでしょうか、この泉田に対して。ですからね、そのそういう点ではね、この泉田重いですからね、はい、そうその川田たちが上までを持ち上げられるかどうかはそこがポイントですね。なるほど、逆に自分の体重を利用するぐらいであってほしいですね、まあ、利用するとこまではね、はい、まだからいきませんよ。顔面キックが飛びます、川田敏明、秋山純はその相手の体重を利用してジャーマンをこの頃対応しています。泉田はどうする、あー2位、これは小川との連携だ、さあヘッドバット一発、攻守を入れ替えた小川が負傷した頭部にパンチを打っていきます小川。2年ほど前の夏、この小川と川田の熱い構想がありました、また再燃か。さあトップロープに登って小川が捨てる、このシリーズから黒いセミロング体質に変えました、新規1点、川田が崩れ落ちます、ものすごいパンチ攻撃、そして踏みつけ、小川が鬼になりました。口が中を伺っております。さあ小川の方もいい体勢を作って泉田にタッチを行いました、ダブルの攻撃も出る、ダブルのクロスラインカバーできます泉田龍馬。まあ馬場さん
あと、傷口かけ虫泉田の2位になる。まあ、考えてみれば小橋も決して何者入りで入ったわけじゃありません。自分の力でハンセンやゴリと戦うチャンスをものにしました。泉田だってそうですよね。そうですね、小川康成顔面踏みつけ、この人も肩を何回負傷したことか、その度に乗り越えてまいりました。小川8年目の冬、カウント2で川田かろうじてこれを返しております。さあ本当にタッチが速くなったぞ。ヘルバットヘルバット、馬場さんはこのヘッドバット食いました。泉田の、ね、もうこれはね、この頭大きいですしね、体重ありますからね、もうすごいんですよこの硬さは。川田も負けていない気迫でいったんですが、あー、これは逆だった。今10分が経過しました。さあ川田と泉田初対決、泉田気迫で攻め、ギロチンドロップ、当たり浅い、今の当たりが浅い、カウントカウント2つです。この川田も1年目2年目は100何連敗した男です。そこから這い上げて今日の地位があります。川田反撃ラリアット、顔面顔面ラリアット、今度は小川が出てまいりました。川田が今日は捕まるという体勢になっています。さあ今度は小川だ、小川と川田顎砕きです。多彩なテクニックを持っていますこの小川、大きな腹を咲かせるか。ジュニア決定リーグ戦、かわした、さあカーボールキック、この攻守の激しい薄り変わり、今度は菊池ミサイルキック、これは胸板だ、ブリンバスター。13回防衛している淵、どちらが挑むのか。ジュニアリーグの本命、小川か菊池か、菊池だ。ここ最近は菊池が2連勝の後、昨年の夏小川が勝って淵への挑戦権を得ています。接触誰か、菊池カウンター2つです。淵への王座は過去4回挑戦、いずれも前線村しく敗れています菊池。一方の小川、先ほどご紹介の昨年夏初めて淵に挑戦をいたしました。今度チャンスをつかむのはどちらだ。さあカットに出るのは泉だ、トップローブ菊池、小川が行く、菊池に空中戦を打たせません。ネットリードライブです。さあ泉田にタッチ、泉田の出血の量が多くなってまいりました。モンゴリアンチョップ、ダブルチョップ、さあ持てる技を思いっきり出していってほしい。パワースラム泉田、カウント立つ。馬場さん、1個2個技を出すのはあれですが、3つ4つとなるとここから難しいですね。そうなんですよね、それが出てくるかなんですかね、はい、泉田にね、期待したいです。頑張れ泉田、ロープに飛ぶ必死の攻撃、顔面レッグラリアット菊池。それと馬場さんがよくお話したのはぶっ倒れてからが練習だったら、試合はやっぱりこの息が上がって、強い攻撃を受けている、ここからが試合ですね。そうですね、ここからね、どのぐらい我慢できるかというところにね、はい、泉田どこまでやれる、小川かっ飛んでいます、エルボーで小川を引き離す、背後から泉田、泉田のバックトラップ、また一つ二つ技が出るじゃないですか、新しいのが。そうですね、川田がロープに飛ぶ、正面からのエルボー、的確に顎を捉えています。川田としあき起き上がり、拳のチョップ、3連発かわした、バック、ドロップホールドは打てない、もう一回行く、今度はかわせるか、かわした、バックに2度目の正直、泉田が出る、ヘッドバットとバックドロップの連携、包帯が取れた、川田を苦しめる泉田、そして小川、フィッシャーマンズスープレックス、カウントは2つです。
ットを入れてのキック。ここはひとまず菊池に渡します。菊池剛、小川、そして秋山と意識する相手がたくさん出てきて本当に嬉しい、やる気が出るというふうに毎日が本当に楽しい話してくれました。菊池回転にしてのエビはカウント2で小川1で返しております。さあジャーマンか、小川だ、小川のジャーマン、これもサムソンクラッチ返していきます。菊池剛カウント2つ、目まぐるしい攻防、これが俺たちのジュニア、ジュニアの戦いだ、言わんばかりであります。菊池、川田の重いキック、位置を計算しておりました小川、泉田タッチ、さあ打撃戦負けるなよ、ヘッドバット、そしてドロップキック、ママさん132キロが飛び出した。そうですね、まあこれはね、こういうことをしょっちゅうやるようになればね、泉田も大したものになりますけどもね。そしてボディープレス、自分の体を思う存分使います。カウント2つ、ママさん、レスラーは実践で鍛えられる、本当にあの見てると分かりますね。そうですね、ボディープレス連発していきました。カウントは2です。さあ頑張れ、本名泉田純、青雲流の力で幕下まで進んで、その後相撲教習所の教官まで務めました泉田にピンを取らせようという小川の親心、ボディープレスは失敗。現在小川は菊池と場外、リングの中が失敗です。さあ締め技に出た、川田締め技、さあフェイスロックだ、川田のフェイスギブアップ、ギブアップ、ギブアップ、泉田一瞬の締め、最後は蹴りを入れました川田。なんと激しく厳しく高い壁なんでしょう、川田としや大きな背中復活となりました。川田としや泉田龍馬との初対決、泉田も前線しましたが川田の牙城に及びません。15分38秒顔面締め、フェイスロックでありました。60分の一本勝負で争われますメインイベント、柑橘系の闘志を燃やせ小橋健太、成人よ大志を抱け三沢光晴、長コーナー235ポンド、富士正信、正義の正、信頼の信、正信、富士275ポンド、田植明、怪物鶴田の魂が今日も乗り移ることでしょう。田植明であります。七色のテープが優しくリングを包み込みました。60分の一本勝負、こちら現在五冠王三沢光晴、そしてこちらが田植明であります。そしてこちらが現アジアタッグチャンピオン小橋健太、そしてこちらが現世界ジュニアヘビー級チャンピオン淵正信。思えばこのリング上、全日マットの現在の全てのベルトのその保持者が対峙することになります。向こう側チョース大軍、世代を超える戦いから時代を極める頂点への戦いへ、チョース大軍、さあ先陣を切るのは小橋健太だ、そして淵正信だ。今木槌がゴングの眠りを覚ましました。さあしかし小橋健太は田植明を挑発しております。先週放送いたしました高松大会場外戦で、この小橋健太が田植明のアームワンボーを食らい半失神という事態が勃発いたしました。そして3週後の放送になりますが、この田植対小橋健太大阪大会一騎打ちが予定されております。やはり何よりもこの田植が、そして小橋がこのリングにかける意気込みは並々ならぬものがあるところでありましょう。しかしエプロンサイド田植明、そしてリングの中に淵正信であります。まだ体を合わせません。淵が一言二言田植に
指示を与えました。組み合ったバックに回ったのは世界ジュニアヘビー級チャンピオン口政信です。さあこの小橋健太、新人秋山の存在、あるいは今挑発し合いました田上明の存在、ここに来て馬場さん、またいいライバルの存在に恵まれてきましたね。そうですね、まあね、ライバル秋山がまだ、まあ、ライバルというのがね、ありますかどうかね、刺激と申しましょうか、まあ、刺激にはなりますよね、やはりそうした馬場さん、切磋琢磨する、同世代の存在っていうのは何よりも成長の上に重要な存在なんでしょうね。そうですね、これはね、自分追い越されたらどうしようかという、 その、それはね、練習につながりますからね、はい、また追い込まれた時にいかに進化を発揮することができるか、それが真の強さということができましょう。オレンジ色のショートタイツ、オレンジクラッシュの異名を取ります小橋健太、現在菊池剛と組アジアタックチャンピオンであります。対するジュニアヘビー級チャンピオンの口政信、1月14日に39回目の誕生日を迎えました。距離を取ります。この口の目がいつギラつき、そしてやがて赤鬼に変身するんでしょうか。現在3年3ヶ月という長期政権を築き上げております口政信。馬場さん、このベルトを長きにわたって守るにおいて必要とされることって何なんでしょうかね。それはね、全てですよ。全てその力も必要、技も必要ね、精進も必要、はい、まあね、その比較的相手に恵まれたといいますかね、ほうほう、そういう点はありましたね。しかしこのシリーズ5人の選手によって行われております世界ジュニアヘビー級王座挑戦者決定リーグ戦、そのリーグ戦を制覇したもののチャレンジを受けることになります。さあ小橋健太対口政信の攻防が続いておりますが、あっと触発されました、顔を張られました小橋健太。小橋健太は再来週放送沼津大会におきましてアジアタックの防衛戦を控えております。チャレンジャーチームは小川秋山組、秋山にとっては初のベルトチャレンジということになります。いつもより増して小橋健太の表情、緊迫感、密度の濃い表情をしております。さあグラウンドですが、ちょっとポジショニングが悪かった口政信です。よく小橋健太があと一つ足りないものはキャリアだけだとよく言われますが、馬場さん、このキャリアというのはやはり毎日毎日を密度の濃い試合を繰り返すということなんでしょうね。いやでもね、小橋キャリアが足りないときも、はい、これだけ毎日ね、この素晴らしい選手とやってますからね、はい、キャリアなんかもう十分じゃないかと思いますからね。あ、そうですか。そろそろそのキャリア、実力を形にしたい。そしてこちらは現在全てのベルト、五冠のベルトを保持しております三沢光晴です。このシリーズ世界タッグのベルトの防衛戦が予定されております。1月26日の興行になります大阪大会におきまして、ゴディ組対ハンセン組によります挑戦者決定戦が行われます。その勝者と1月30日興行となります千葉大会にて相まみえることになります。世界タッグチャンピオン三沢光晴、そして本日の試合から頭12針を狙う、縫うという大怪我から復帰いたしました川田と組、防衛戦が予定されております。三沢光晴、昨年92年の8月当時チャンピオンのスタンハンセンからベルトを奪いました。約半年三冠のベルトを保持することになります。対するこちらは3年3ヶ月という長期政権を築いた、その口から田上明にタッチがされました。さあ着せずして場内からは田上コールです。いつ何時あのジャンボ鶴田、怪物の異名を持つ鶴田の魂が宿るか、今ではすっかりネオ怪物と呼ばれる時もありますこの田上明。さあスピンキック、三沢光晴です。
三沢がロープに振った。さあ何をどうする。フライングボディアタック、そのままカバーした。カウントは一つ。またもやスピンキックが食らったぞ。ハイキックだ。今度は田上が走る。ドロップキックだ。さあ場外振った。さあ田上が飛ぶか飛ぶか。コペを完攻いたしました。いやー全く臆するところがありません。ネオ怪物と言われるゆえんであります。場外戦を制するか。さあしかし背後から小橋がドロップキック。小橋 VS 田上、今日最初の火花は場外だ。さあ今度は高松大会のお返しか。今度は試合の試合競馬試合でしっかり返すという小橋が、いやー場外 DDT であります。1月26日興行となります大阪大会におきまして、なんと1年6ヶ月ぶりのシングルマッチがある。エルボースイシーダー、エルボースイシーダー三沢光晴、リングの上と下での見事な連携。いやー田上苦しそうな表情をしております。さあ現在無冠ではありますが、ジャンボ鶴田の穴を埋め、さあ場外からダイブだ。なお余りある成長を見せておりますこの田上明。世界タッグのベルトへの返り咲きはジャンボ鶴田の復帰を待つにして、やはり馬場さん、このシリーズ、いや今年田上明三冠ベルトへの再チャレンジというのが望まれますよね。そうですね、さあ小橋対田上明だ。さあ口が出てくる。すぐさま小橋、さあ小橋の肌がみるみるうちにオレンジ色に好調してまいりました。振ったショルダーアタック。うわ放送席前、お放送席前、田上明転がしてまいりました。さあ一人で二人を相手にしております。いつもよりまして目つきが険しい小橋健太、こちらは場外の田上明です。いやー何か馬場さん、今日の小橋はいつもより増して表情がこの緊張感に満ちてエネルギッシュですね。そんな感じがしますね、さあまだ田上明は場外、エプロンサイドからエプロンサイドに復帰することができません。ショース大軍ペースと申し上げていいでしょう。さあ三沢光晴が藤正信の腰のあたりを狙っていきます。おっと放送席前の田上明がまだ戻ることができません。エプロンサイド控えているところを小橋健太にやられましたが、そのまま場内転落。三沢光晴は先頭、まだ復帰することができません。ちょっと心配です。こちらが田上明、秋山純が気遣っております。さあ今度はフッチーコールです。さあ小橋だぞ、ロープに走ってギロチンか、ギロチンドロップ、高いアングルから落としてまいりました。オレンジのショートタイツ。さあこちらが放送席前の田上明選手であります。首を振ります。そして何度も首を気遣いました。さあこれは田上淵組としてはピンチであります。藤正信タッチをするにもエプロンサイドにまだ田上の存在ありません。さあ出たオレンジバックフリーカー、ドラゴンスリーパーの体勢から背骨折りを敢行します。いわゆるこれがオレンジバックフリーカー、一瞬にしてきました。完全に藤選手の動きを止めております。本来ですとこの藤選手、小橋選手のこの膝のあたりを集中攻撃するか、あるいは相手の弱いところを素早く見つけそこを集中的に攻めていくといういわゆる老快なプレーが展開されるところなんですが、ちょっと淵選手いわゆる淵らしいところがありません。さあ馬場さん、10分序盤戦警戒としましたが、小橋選手は頑張ってますね、いつもよりね。いかがでしょう、まあ、今田上がね外にいますから、はい、三沢小橋組にしてみれば今がチャンスですね。そうですね。さあこちらまだエプロンに復帰することができません田上です。さあ小橋君、三沢光さんとともにこの世界ジュニアヘビー級チャンピオンを集中攻撃しております。抱え上げて
さあ、あえいでおりますこの淵正信。三冠チャンピオンと、いわゆる三冠統一ヘビー級チャンピオンと、世界ジュニアヘビー級チャンピオンの攻防は、さあ淵正信劣勢であります。さあエルボーです。自軍のコーナーサイド、非常にいいポジションで集中的に淵正信を攻撃しております。さあ淵が一つ返すが、倍に返してしまいます。小橋健太、さあ淵がなんとか自軍田上に助けを求めようといたしますが、まだ田上は画面左下エプロンサイド復帰できておりません。対角線に振った串立ちか、ショルダータックルです。さあ今田上明一瞬画面が捉えましたが、反撃のバックスイングを取っているか。かわした淵がチョップを一つ繰り出す、しかし小橋が頭を小突きました。さあ頑張れ淵といった意味合いでしょう。淵コールです。93新春ジャイアントシリーズ、もちろん今日も超満員後楽園ホール、60分の一本勝負のメインイベント、長須大軍三沢光晴、小橋健太組対鶴田軍田上明、淵正信組の一戦はまもなく15分になろうというところですが、長須大軍の一方的なペースと申し上げていいでしょう。途中エプロンサイドにいる田上明を奇襲するという小橋健太の攻撃があります。それからまだ田上は復帰しておりません。さあ小村ツイスト、世代を超えるという長世代の戦いから、その世代を極め頂点を目指すという長世代の戦いへ、今日この会場にいらしています成人の皆さん、あるいはテレビをご覧の新成人の皆さんに激しい肉体のアピールがあるバックドロップです。さあ今田上明が戻ってまいりました。しかしまだ首を振っております。さあ今度は小橋を直撃、直線的に走って小橋に張ったチョップです。小橋がニーダウン、そしてエプロンサイドから崩れるように、さあその田上を三沢が小突く、先ほどまでたまりたまっていたものを一気に爆発させました。いやー馬場さん、この田上の動きどうご覧になりますか。そうですね、まあ、今この前にいましたからね、その頭を打ったんだろうとは思いますけども、はい、今頃気がついたんですかね。あー、なるほど。さあもう柑橘系の汗でそのボディが神々しいばかりに光っております。この小橋健太、まさに今時代は挑発だ、対峙しております。火放しでスタンディングポジション。さあ小橋が田上だ、小橋が田上、しかし背後から淵、さあまずはこの淵を片付けようとばかりに、あショットアタックル、ダウンしました小橋健太。グランドです、ヘッドシザースクリアした、対峙して今度はおおお小橋がエルボーかパンチだ、ロープを境にしてやり合っております。チョップチョップチョップ、さあ小橋健太完全にトップギアに入ってきた感があります。さあいつ握るか、あの青春の握り拳を作り上げるか、ジャンピングに行くしだし、セカンドロープか。さあ背後から田上だ、さあブーイングでエネルギー光合成してまいりましたこの田上明。さあチョップ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 、うわ押し倒した、エルボーだエルボーだ。さあ今度は田上押し倒した、サッカーボールキック踏み潰せ。さあ高松大会に端を発しましたこの小橋健太と田上明のこの攻防が、お円錐ラリアット、ボンの久保にラリアットを打った、そして今度は何をどうする、ハイキック、さあニュートラルコーナーに追い詰めました小橋健太、ハイキックでやります。やはり顔面を攻めるということが精神的ダメージをより強くさせるためでありましょう。 DDT です。さあ場外にエスケープ小橋健太、さあもちろんこれは田上は攻めていくことをやりましょう。さあ放送席前です、放送席前のマットを引っぺがした、せんべいマットを引っ掛けしてオンザフロアの DDT
いわゆるプロレス人間殺虫剤 DDT を敢行いたしました。いやー、両雄瞳の奥に炎が見える、パワーボムだ。そして、いや、三沢光晴がやってきた。三沢光晴が彰子隊軍大ピンチ、さあやってまいりました。それに淵が加勢する、淵が加勢する、放送席前であります、放送席前 40-50cm 前。いやー、激しい闘志が、そして激しい汗が飛び散ってまいります。いやー、彰子隊軍両雄ダウン、両雄ダウン。いやー、ババさん、目の前でご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、何回もやってもらいたいですね。ああ、なるほど。いやー、これは場内騒然としてまいりました。場内での DDT、 そしてパワーボムを食らいました小林健太でありますが、いやー、先ほどまでのギラギラしていた瞳の奥の炎が一瞬にして消えてしまいました。危ない。カウントは2。いやー、これは三沢光晴が自分のコーナーに手繰り寄せる、その気持ちよくわかります。さあ、三沢だ、食べていた食べていた、出たくて出たくて、打ちたくて打ちたくてしょうがなかったんだ。さあ、エルボーの飛行士、肘鉄砲を爆発するか。さあ、取るぞ、一瞬タメを挑発した、ダイビングエルボー、俺の肘には意地がある。さあ、行くか。フェイスロックでありますが、田植が盤石の体勢でカットに入っております。さあ、その田植の足を掴んだのは小橋だ。ボディスラム一戦、本当に光った気がいたしました。さあ、セカンドロープからトップロープ、エアリアルだ、ダイビングボディプレース、カウント3、カウント3、すこぶる月の荒ぶる魂をダイビングボディプレース超えた。いやー、しかし、しかしスーパーノノは落とし、タウヤチラが小橋に放ちました。1年6ヶ月ぶりの一騎打ちを控え、3週後放送大阪大会におきます一騎打ちを控え、試合が決着がついてもなお田植明は収まらず、アームボンバーを小橋に放ちました。しかし勝負の方は17分と55秒、最後は三沢光晴、くちばさの部をダイビングボディープレスに取って切りました。いやー、まずは馬場さんにお伺いしましょう、いかがでしたか。そうですね、ちょっとと言いますかね、はい、中でやるよりも外にやる方がね、大技が出たんでよく見えなかったのがちょっと欠点ですけど。ああ、なるほど。しかし、まあ、この田植と小橋、先日の放送の高松大会に端を発したこの戦い、いやー、1年6ヶ月ぶりのこの大阪大会におけます一騎打ちが非常に楽しみになってまいりました。